はい、ドロイド会議2020 YouTube ライブをご覧の皆様こんにちは。ドロイド会議代表理事の日高です。今回はですね、新型コロナウイルス感染症の現在の状況を鑑みて、このようなオンラインでの配信という一部実施という形で落ち着きました。ぜひ、今日楽しんでいただければと思います。この後ですね、ウェルカムトークを行って、今日のセッション、そして最後に、このような経緯ですね、事態に至った経緯について QA 方式でご説明できればと思います。皆様に対しては大変なご迷惑をおかけしたと理解しておりますので、何卒今日一日楽しんでお付き合いいただければと思います。それでは本来であれば当日会場のファシリティであるとか内容をご紹介したと思うんですけども、今日はドロイド会議に関わっていただいた皆様やアプリケーションを紹介したいと思ってます。まずはじめに、ドロイド会議の理念について、技術共有とコミュニケーションという形で5年前からですね、今回で6回目となります、続けてきましたこの活動を、我々は皆様の、特に開発者の人たちの学びというものを大切に考えてきました。近年にあたっては国際会議の性質も非常に強くなっていまして、みんなが自由に好きな技術について話し合えるよう、行動規範についても遵守をお願いしています。こちらですけども、 YouTube のコメント欄、もしくはそうですね、 Twitter 等のハッシュタグでドロイド会議について触れていただくときにも少し気をつけていただければと思います。どうしても今日実施したかったことは山々ではあるんですけども、このような形で開催となってしまいました。皆様のコメント等のご協力もよろしくお願いします。それではですね、今日のセッションについて、まずはじめに簡単にだけご紹介したいと思います。中野さんによるジェットパック時代のフラグメント再入門というセッションを、無理を言ってというかですね、どうしてもやりたいということで、このようなオンラインの形で配信することをお願いして、快諾いただけました。残念ながら同時通訳というわけにはいかないんですけども、海外からご覧になる皆様に向けて、この後我々のグローバル班の方で字幕を入れていく作業ができればと思ってます。またライブについてなんですけども、今回 YouTube チャンネルを使ってますので、ぜひコメント欄を活発に使ってください。どんな些細なことでも結構です。発言していただければ、みんな楽しく過ごせるんじゃないかなと思ってます。今練習してもらっても大丈夫ですよ。あとですね、ドロイド会議開催に際しまして、スポンサーの皆様にたくさんのご協力をいただいています。特にプラチナスポンサーの ZOZO テクノロジーズさん、エアプリさん、そして夢見さん、さらには出展予定だったゴールドスポンサーの皆さん、そして支えていただいたサポーターズの皆さん、これらの協賛企業の協力なしには、ドロイド会議というのはこの1年間を通じて準備することも活動することもできませんでした。ありがとうございます。43のスポンサーの方々に含めて、我々にはもう一つ大きな活動がありました。オフィシャルアプリとして皆様のコントリビュートをいただいていたと思います。こちらについても、アプリケーションのオーガナイザーは高博夢さん、そしてすでに Google プレイ上にはこちらのドロイド会議2020のアプリケーションが皆様の協力によって公開されています。ぜひこれを機会にダウンロードして触ってみてください。開発にあたっては337イシュー、これは昨日時点なのでもうちょっとあるかもしれませんね、470以上のプルリクエスト、2000近いコミットをいただいています。おおむね去年に比べて 10% を増加しておりまして、こちらの数字に関しては中止の影響を鑑みると、もう非常にすごい活発なプロジェクトだったと思ってます。特にですね、初めて OSS にコントリビュートするという方が今年は増えてました。そういう方々のアウトプットの場として、そして OSS に触れる場として機能したことを非常に嬉しく思っています。160人以上のコントリビューターの皆さん、改めてありがとうございます。そして、今日
ドロイド会議を開催するにあたって用意していたメッセージとして、やはりドロイド会議というのはこのような事態に際しましても誰もが技術を学びコミュニケーションを楽しむ機会というのを確保していきたいと考えています。これは今までもそうですし、今後の活動においても等しく重要であるかなと思っています。今回は残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響でこのような形での実施となってしまいましたが、スピーカーの皆さん用意されていたセッションをそのままなくしてしまうのはすごい残念なことだと思いますので、もしよろしければ資料を公開していただき、ドロイド会議の方までご連絡ください。ハッシュタグや URL を共有していただくだけでも構いません。ぜひ持っている知見を少しでも共有していただければと思います。またこの後中野さんに準備いただきまして、ジェットパック時代のフラグメント再入門という形でありますが、セッションの一つをみんなで楽しみたいと思います。ぜひですね、今からでもお近くの Android 開発者とかお声掛けいただいて、もしかしたらワークフロムホームなどで自宅で作業されている方も多いと思います。であればSlackのチャンネル等に共有していただいて、みんなでこのひとときを楽しんでいただければと思います。それでは引き続きドロイド会議を楽しんでください。はい、それではセッションを始めます。今日のセッションではジェットパックについて話す今日のセッションではジェットパックとフラグメントについてお話しします。まず自己紹介をします。中野龍介と言います。 GitHub では R 中野という名前で活動しています。今は Mixi という会社でソフトウェアエンジニアとして働いていて、 6gram というウォレットサービスの Android アプリ開発を行っています。そして今日はフラグメントの話をするので、私のフラグメントへのスタンスを表明しておくと、フラグメントは正直言って、あんまり好きではありませんでした。1年くらい前までは。で、実際のところ使うのを避けていました。このフラグメントを避けて今までどうやって開発していたかというと、アクティビティをメインに使ってアプリ開発をしていました。もちろんフラグメントも使ってました。例えばダイアログフラグメントとかビューページャーとか。けれども必要なところだけで、実装の主役はあくまでアクティビティでした。けれども去年の春ごろ、シングルアクティビティという概念を知りました。シングルアクティビティは一つのアクティビティだけを使ってアプリを組み立てようという考え方です。画面ごとにアクティビティを作るのではなくて、全体で一つだけ。画面や繊維は別のコンポーネントをアクティビティに貼り付けて作ります。これの何がいいのかというと、アクティビティは Android フレームワークの一部分なので、できることはAPI バージョンによって変わります。例えばアクティビティの間の繊維を書きたい場合って、この繊維をアニメーションさせたい場合って API バージョンによって分岐を書く必要があります。けれどもこれが一つのアクティビティの中のただのビューのアニメーションなら、話はもっと簡単になります。私はこのシングルアクティビティという概念をしたときに、なるほどこれはいいなと思いました。シングルアクティビティにすればアプリ内のナビゲーションはもっと改善しそうですし、 UX も良くなりそうです。ディープリンクのハンドリングだってもっと簡単にできるはず。じゃあこのシングルアクティビティどうやって作るかというと、一般的にはフラグメント使うんですよね。そうですよ、私が避けていたフラグメントをここで
一般的には使うらしいんですよ。けどまあ正直フラグメントってねっていうのは私の個人的な思いとありまして、もしかしたら皆さんの中にもフラグメントちょっとよく思ってないっていう方もいるかもしれないです。もちろん今フラグメントガンガン使ってるって方もいるかもしれないです、まあ、けれども私はフラグメントにはちょっと苦い思い出がありまして、まあ、どういうことかというと、フラグメントのまあ良くなかったところそれなりにあるんですよね。まず1点目がテストを書きづらいこと。フラグメントはテストの準備が面倒 で面倒だとテストを書かなくなってしまう。そして2点目がフラグメントトランザクションっていうやつを使わないといけないこと。フラグメントを切り替えるにはトランザクションを使う必要がありますが、これもまた厄介なやつでした。そして何よりライフサイクルが複雑なこと。フラグメントのライフサイクルはアクティビティのと比べて複雑で、まあ、ちょっと油断するとバグの原因になったりします。他にもいくつかありますが、この3つの問題に共通するのはどれも必須の処理だってことです。テストを作って遷移してライフサイクルを管理する、どれもフラグメントの入門レベルの処理なのに、フラグメントのそれは厄介で落とし穴があったりした。今日このセッションで皆さんにお伝えしたいのは、実はこれらの問題は最近のアップデートでかなり改善されてるよってことです。私自身もまあ今までフラグメントを避けてきたんですけど、この最近のアップデートを知ってフラグメントをメインに使ってアプリを組み立てるようになりました。そしてまあ実際にフラグメントを中心にアプリを組み立ててみると、これ結構いいかもなっていうふうに私の中のスタンスが変わりました。このスタンスを変えた一番の原因はジェットパックです。もちろんフラグメント自体もここ1年で大幅にアップデートされたんですけど、ジェットパックのライブラリーがフラグメントの面倒さをうまく抽象化して安全にコードを書けるようにしてくれました。このセッションではフラグメントの3つの処理、テスト、フラグメントトランザクション、ライフサイクルをジェットパックの力を借りてどう安全にコードを書くか、その方法を紹介していきます。ではまずはじめにテストについて。簡単なフラグメントから始めましょう。これはブランクフラグメントです。ただレイアウト XML をインフレートするだけのフラグメント。ちなみにフラグメント 1.0 まではオンクリエイトビューっていうものを書かないといけなかったんですけど、 1.1 からレイアウト ID をコンストラクターに渡せるようになりました。最近のフラグメントの改善の一つです。さてまずはこのブランクフラグメントのテストを書いていきたいんですけども、そもそも皆さんフラグメントのテストを書く習慣ってありますかね。もちろんある方もいるだろうし、まあ、書いてないよって方もいると思うんですけど、まあ、正直に告白すると私の場合はあまりテストを書いてませんでした。あのフラグメントのテストを。でテストを書かない理由っていうのがまあいくつかあって、私の場合はいくつかのことを面倒に感じてました。その一つはまずアクティビティを用意するのが面倒くさい。フラグメントはアクティビティとセットにしないと動きません。なのでテストをするにはテスト用のアクティビティを用意する必要があります。それが面倒くさかった。2つ目はビューのテストが面倒くさい。フラグメントのテストを書くっていうことはテキストビューに何が表示されているかだとか、ボタンをクリックしたら何が起こるかだとか、そういったことをテストしたいわけです。けれどもビューのテストっていうのは準備するのが面倒で、ちょっとテスト書く気になれなかった。あと他にはプレゼンターやビューモデルのテストをしっかり書いているからフラグメントのテストはいらないはずだみたいなクリエイティブあふれる言い訳を、言い訳じゃないや、理由を言っていたこともありました。で、最後のはともかくとして、初めの2つの面倒はフラグメントテスティングというジェットパックのライブラリが解決してくれます。これは何かというと、フラグメントテストの面倒なところを引き受けてくれるライブラリです。例えばテスト用のアクティビティは勝手に作って面倒を見てくれます。またエスプレッソとロボレクトリックにもインテグレートされています。どういうことかというと、 Android 端末で動くインストゥルメンタルテストではなくて、開発マシンのローカルの JVMA で動くユニットテストとしてフラグメントのテストが書けるってことです。ビューのテストなのに。これは結構いいですよね。ではここから実際にテストコードの書き方を見ていきます。テストコードははじめに Runbiz Android JUnit 4から始めます。
これは Android X テストを使うときの決まりで、今まではロボレクトリックテストランナーを渡してたと思うんですけども、ここに Android J ユニット4を渡すと、Android X テストの力を使えるようになります。そして実際にフラグメントを立ち上げるには、ローンチフラグメントインコンテナーという関数を呼び出します。このメソッドは、フラグメントのテストを書くときのボイラープレートを引き取ってくれます。このメソッドの中で実際に行われているのは、エンプティのアクティビティを作って、ブランクフラグメントをこの引数に与えているブランクフラグメントをインスタンス化してアクティビティにアタッチして全体のライフサイクルをオンレジュームまで進めてくれます。この関数1個でフラグメントテストの面倒なところを全部引き取ってくれるわけです。そしてその後はエスプレッソを使って UI のテストをできます。このセッションではエスプレッソの書き方についての解説は行いませんが、このコードでは ID がテキストビューのフィールドにハローブランクフラグメントと表示されていることを確認しています。フラグメントテスティングには他にも機能があります。例えばフラグメントインスタンスが必要だったらオンフラグメントを使って取り出すことができます。画面回転してフラグメントを再生成させたい場合はリクレイトを呼び出せば OK です。そして何より初めに言った通り、このテストはローカルの JVM で動きます。だから CI も簡単です。結構いいですよね。ですが現実のフラグメントって、そんなに単純でもないわけですよ。もしフラグメントが DI してたらどうしましょう。例えばダガーアンドロイドを使っている場合、これのテストを書くのは、正直言って私はちょっと億劫に感じてしまいます。多分テスト用のコンポーネントとモジュールが必要です。あるいはダガーモックを使ってもいいかもしれません。もちろんテストを書くのはどちらの方法でも OK なんですけど、ここでは別のアプローチを紹介します。それはコンストラクターインジェクションを使うというアプローチです。実はフラグメント 1.1 からフラグメントのコンストラクターを拡張できるようになりました。具体的にはこういうコードの書き方なんですけども、これに違和感のある人もいると思います。今まではこういうコンストラクターを通して依存を渡したりするのはやっちゃダメなことでした。なぜダメかというと、こういうコードを書くと実行時に could not find fragment constructor という例外が出ます。この例外が発生する理由はメッセージの通りで、フラグメントマネージャーがフラグメントのコンストラクターを見つけられないからです。けれども今はこの例外を回避してコンストラクターを拡張する方法があります。それがフラグメントファクトリーです。フラグメントファクトリーはフラグメントマネージャーとフラグメントコンストラクターとのブリッジです。このクラスを通してコンストラクターをマネージャーに教えてあげることで自由にコンストラクターを拡張できるようになります。実際のコードを見てみましょう。まずシンプルな MyFragment Factory というものを作ってみます。カスタムのフラグメントファクトリーを作る場合はまずフラグメントファクトリークラスを継承します。そしてインスタンシエートメソッドをオーバーライドします。引数のクラスネームにフラグメントマネージャーが入しようとしているクラス名が渡ってくるので、それをチェックして自分のしているクラスならコンストラクターを呼び出す、知らないクラスならデフォルトの実装にフォールバックする。フラグメントマネージャーがやることはこれだけです。作成したフラグメントマネージャーを使う場合はアクティビティ側でフラグメントマネージャーにセットする必要があります。フラグメントマネージャーにはセットフラグメントファクトリーというメソッドがあるので、これを通してセットします。一度セットしてしまえば、このフラグメントマネージャーを介してフラグメントが生成されるときは必ずこのファクトリーを通るようになります。テストコードからも使えます。ローンチフラグメントインコンテナにはファクトリーという引数があって、ここにフラグメントファクトリーを渡せます。ただこうやって完成品のフラグメントファクトリーをいきなり渡してもモックできないので、ちょっと工夫しましょう。こういうヘルパーを作っておきます。このヘルパーはどういうものかというと、カスタムのフラグメントファクトリーでラムダで何を生成するか外から決められるようにしたものです。かなり乱暴なヘルパーです。で、このヘルパーを使うとテストがどういうふうに書けるかというと、テストコード側でフラグメントファクトリーが組み立てられるんです。これならブランクフラグメントだけをモックできます。リポジトリも好きなモックライブラリでモックして渡してあげればいい。これならテストコードシンプルになりますよね。もちろん DI コンテナを使ってテストを書くのも OK です。
ここではテストを書くための一つのアプローチとしてフラグメントファクトリーを紹介しました。ダガーでテストが書けるならもちろんそれでも全然 OK です。一番重要なのはフラグメントのテストコードがあることです。フラグメントテスティングのおかげでテストを書くのは簡単になったので、フラグメントを作るときはガンガンテストを書いていきましょう。またここまで紹介してきたコードは実は全く同じコードでインストゥルメンタルテストも動きます。 Android の実機で動くテストですね。この一つのテストコードでローカルの JVM のユニットテストと Android のインストゥルメンタルテスト両方を走らせようという取り組みをシェアードテストと言います。興味のある方はシェアードテストをキーワードに調べてみてください。次にフラグメントトランザクションについて。フラグメントトランザクションはフラグメントを切り替えるためのパーツです。これもフラグメントの厄介なものの一つです。何が厄介だったのか例で考えてみましょう。はじめに簡単なシナリオを考えます。2つのフラグメントの切り替えを考えましょう。メインアクティビティの上に A フラグメントを表示したい。そしてボタンがタップされたら B フラグメントに表示を切り替えたい。そしてバックキーが押されたら B から A に表示が戻ってほしい。こういうコードを書くときにフラグメントトランザクションならどう書くか。メインアクティビティ側はきっとこういうコードになるでしょう。オンクリエイトで A フラグメントのトランザクションを作ってコミットする。そしてバックキーのハンドリングもしたいのでオンバックプレスとオーバーライドしてフラグメントのバックスタックの数を数えながらデフォルトのオンバックプレスを呼び出すかフラグメントマネージャーのバックスタックをポップするかを処理を分ける。で A フラグメント側はどうかというと、ここではボタンがタップされたら B に切り替えるという処理をしたいのでボタンのオンクリックリスナーの中で B に切り替えるフラグメントトランザクションを作ってコミットする。このコードは動きます。動くんですけども、良くないポイントもあると思うんですよね。まずボイラープレートが多い。こんなに簡単な例なのに結構な量のコードを書かないとフラグメントは動いてくれません。これがアクティビティならスタートアクティビティするだけなわけですよ。それがフラグメントになった途端にボイラープレートが増えてしまう。コードを書く量が増えればそれだけバグも割れやすくなるのでこれは良くないことですよね。次にテストを書くのが大変です。どういうことかというと、先ほどの A フラグメントのテスト、ボタンをタップしたら B に切り替えるっていうフラグメントのテスト、これどうやって書けばいいでしょう。フラグメントテスティングを使えばフラグメントを立ち上げるのは簡単です。エスプレッソを使ってボタンをクリックすることもできる。けれどもその後はどうやって B に切り替えるフラグメントトランザクションを検証すればいいでしょう。これらの課題を解決するのがジェットパックのナビゲーションコンポーネントです。ナビゲーションコンポーネントは Android のナビゲーションを簡単にしてくれるライブラリです。フラグメントやアクティビティの遷移を統一したインターフェースで記述で書けるようになります。他にも機能がたくさんあります。ですがこのセッションで一番強調したいこのライブラリの特徴は、これはフラグメントトランザクションラッパーになるってことなんですよ。これを使えば長くてテストしにくいフラグメントトランザクションを自分で書く必要がなくなります。このナビゲーションコンポーネントを使っていくには初めに3つの概念を知る必要があります。ナビゲーショングラフ、ナブホスト、ナブコントローラーです。この概念は難しくありません。これは要するに今までフラグメントトランザクションで全部ハードコードしていたものを3つの概念に分割して管理しようっていうことです。どういうことかというと、実際のコードを見た方が分かりやすいかと思います。例えば先ほどのこのトランザクションを発行してリプレイスするっていうコードなら、この A フラグメントから B フラグメントにどこからどこにフラグメントを切り替えるかっていう概念がナビゲーショングラフです。そしてこのナブホストはフラグメントに切り替えをホストするコンテナです。今まではメインアクティビティのレイアウトで r.id.container とかを使って参照してましたよね。ナブホストはこれを代替するものです。そして最後のナブコントローラーはこれら遷移の制御を行うインターフェースです。今まではビギントランザクションから処理を始めていましたが、今後はナブコントローラーインターフェースを通して処理を行います。要するにナビゲーションコンポーネントはこの
トランザクションの長いコードをこの3つの概念に分割して管理しようよって言ってるだけです。それでは具体的にそれぞれの概念を説明していきます。ナビゲーショングラフは画面のフラグメントとその間の遷移を書いた XML ファイルです。このファイルでは全ての画面と遷移に ID がつきます。遷移のアニメーションもこのファイルで定義できます。このファイルは Android Studio とインテグレートされていて GUI を使ってドラッグ&ドロップでファイルを編集できます。次にナブホスト、これは r.id. コンテナに対応するやつでした。ナビゲーションを使うにはメインアクティビティにナブホストフラグメントをインフレートします。これがフラグメントを切り替える時のコンテナとして動いてメインアクティビティ側のボイラープレートを吸収してくれます。このフラグメントにはこれから表示するナビゲーショングラフをアトリビュートで渡します。またデフォルトナブホスト true をセットするとバックキーのハンドリングも自動で行ってくれるようになります。ナブホストフラグメントを使うと実際どれくらいボイラープレートが減るのか、メインアクティビティは以前はこれくらいのコード量でした。これがナブホストフラグメントを使うとこう全てのボイラープレートを吸収してくれます。 A フラグメント側はどうなるか、このフラグメントではボタンがクリックされたときに B に切り替えるという処理を行っていました。ナビゲーションに対応するとこう変わります。ファインドナブコントローラーしてナビゲートする。ファインドナブコントローラーは先ほど紹介したナブコントローラークラスを介します。このライブラリではナブコントローラーが遷移の処理を行うインターフェースとなります。ナビゲートメソッドは遷移する ID を与えます。この ID はこの先ほどのナビゲーショングラフのちょうど矢印の部分です。これで画面が切り替わります。ちなみにこの矢印にアニメーションが定義されていたらそれも同時に実行されます。さてではテストを書いてみましょう。ナビゲーションのテストとはつまりナブコントローラーが正しく呼び出されたかを検証するテストです。なのでまずフラグメントを立ち上げた後にナブコントローラーをモックしてしまいます。次にナビゲーション .setViewNavController というメソッドがあるのでこれを使ってフラグメントの中のナブコントローラーの実態をこのモックに入れ替えます。このようなモックするためのメソッドがデフォルトで提供されています。そしてこうやって一度モックしてしまえばあとはエスプレッソを使ってボタンをタップしてあとはモックのナビゲートメソッドが正しい引数で呼ばれたかどうかをベリファイするだけです。簡単ですよね。このようにナビゲーションコンポーネントを使うとフラグメントトランザクションの代わりにクリーンな API で遷移を記述できるようになります。ユニットテストを書くのも簡単になります。そして当たり前なんですがナビゲーショングラフというファイルが自然に育っていきます。ナビゲーショングラフは遷移の定義であると同時に生きた画面遷移図でもあります。ナビゲーショングラフはアプリの動きを説明する最高のドキュメントです。Android Studio とインテグレートされているのでグラフを見れば全ての画面がビジュアルに一覧できるしダブルクリックすればそれぞれのフラグメントの実装にも飛べます。アプリの全体像を説明するナビゲーショングラフ以上に優れたドキュメントはありません。有効活用しましょう。またこのセッションでは説明できませんがナビゲーションコンポーネントは他にも機能がたくさんあります。例えばフラグメントのアーギュメントを自動生成するセーフアーグスプラグインやダイナミックフィーチャーモジュールとインテグレートできるダイナミックフィーチャーフラグメントプラグインなどです。興味のある方はこれらのキーワードで調べてみてください。そして最後にライフサイクルについて、個人的にはこれがフラグメントで一番厄介なやつだと思ってます。まずはじめにフラグメントのライフサイクルがどういうものだったのか簡単に復習しましょう。先ほどの A フラグメントと B フラグメントの例で A フラグメントのライフサイクルを追いかけてみます。これはどういうシナリオだったかというと、はじめに A フラグメントを表示して B に切り替える、そしてバックキーで A に戻ってくるっていうシナリオでした。はじめの状態ではまずメインアクティビティが立ち上がって A フラグメントが生成されます。そしてインスタンスができたタイミングでオンクリエイトが呼び出されます。
そしてオンクリエイトビューで A フラグメントのビューが生成されます。そしてライフサイクルはオンレジュームまで進みます。この状態で GoToB のボタンをタップすると何が起こるかというと、まずはじめに A フラグメントのビューがオンデストロイビューで削除されます。そして A フラグメントがバックスタックに入ります。そして B が画面に表示される。この状況で重要なことは、 A フラグメントのビューは削除されたがインスタンスはまだ生きているということです。これはアクティビティなら起きなかったステートです。シナリオを続けます。 B が表示されている状態でバックキーを押したらどうなるか。まず A フラグメントがバックスタックからポップされます。そしてオンクリエイトビューで A フラグメントのビューがもう一度生成されます。そしてライフサイクルはオンレジュームまで進みます。もう一度バックキーを押すと A フラグメントのビューがデストロイされて、そしてついに A フラグメントのインスタンスがもう必要ではなくなったのでオンデストロイが呼ばれてインスタンスが破棄されます。つまりフラグメントのライフサイクルはどういう構造を持っているかというと、フラグメント自身のライフサイクルとビューのライフサイクルの入れ子になった構造を持っています。この入れ子の構造がフラグメントで厄介で、いろいろバグを生み出しやすかった。次はコードで考えてみましょう。ライフサイクルの話なので、何かのライフサイクルでスタートして対応するところでストップするというモジュールを考えてみましょう。ここではマイロケーションリスナーという例を考えます。これは位置情報を取得するイメージのモジュールです。位置情報が更新されるたびにコールバックが呼び出されます。そしてそのコールバックはビューがあるときだけ受け取りたい。なのでオンビュークリエイテッドでスタート、オンデストロイビューでストップしています。これはちゃんと動きます、けれどもこう書いちゃうこともあるわけです。オンデストロイで止めようとしちゃう、これはバグです。なぜならこのフラグメントがバックスタックに入ったときにストップされないから。そしてバックスタックが出るたびにスタートされちゃいます。もちろんこのコードは短いので、すぐにバグだと分かると思いますけれども、実際のコードだと気づきづらかったりするわけです。なぜか、これがまさにライフサイクルの問題だと思うんですけど、実際のコードはオンビュークリエイテッドともオンデストロイビューももっと巨大なわけですよ。これらのメソッドにはビューをインフレートしたり、ボタンのオンクリックリスナーをセットしたり、データのロードを始めたり、いろいろやることがあります。そしてその中にライフサイクル管理のコードが埋もれがちなわけです。そして埋もれた結果ストップを呼び忘れたり、別のライフサイクルで止めようとしちゃったりするわけです。あと他の問題点としては、せっかくマイロケーションリスナーというモジュールを作ったのに、正しいライフサイクルで呼び出す責務がフラグメント側にあるっていうのもちょっといまいちなポイントです。フラグメントの責任が大きすぎる。どのライフサイクルでどのメソッドを呼び出すかはモジュール側に責任を持ってほしい。これらの問題を解決するのがジェットパックのライフサイクルアウェアコンポーネントです。ライフサイクルアウェアコンポーネントはアプリの中のライフサイクル管理をより短くメンテナブルにしてくれます。このコンポーネントを使うには、まず中核となる4つのクラスを理解する必要があります。ライフサイクル、ライフサイクルオーナー、イベント、オブザーバーの4つです。4つのクラスはどういう関係かというと、まず一番左のライフサイクルオーナーから説明します。これは私はライフサイクルを持っていますと宣言するインターフェースです。具体的にはフラグメントやアクティビティがインプリメントしています。つまりフラグメントやアクティビティはライフサイクルを持っているってことです。そりゃそうだって話ですよね。真ん中のライフサイクルは、これはクラスで、ライフサイクルの状態を管理するクラスです。ライフサイクルが変わったとき、例えばオンクリエイトからオンスタートに変わったときに、ライフサイクルイベントっていうものをライフサイクルがエミットします。これがこの図の中のオンクリエイテッドやオンスタートです。そしてエミットされたイベントはライフサイクルオブザーバーが観測します。そして観測してそれぞれのイベントに対応した処理をモジュールの中で行います。先ほどの例だとマイロケーションリスナーはこのライフサイクルオブザーバーに近い存在でした。なのでまずライフサイクルアウェアコンポーネントの使い方として、マイロケーションリスナーをライフサイクルオブザーバーに書き換えてみましょう。
マイロケーションリスナーがどういう形のクラスだったかというと、まあ、こういう形のクラスでした。コンストラクタとスタートとストップがあるだけ。これをライフサイクルオブザーバーに書き換えます。ライフサイクルオブザーバーに書き換えるには、まずこのインターフェースをインプリメントします。これはただのマーカーインターフェースで、中身のメソッドは特にありません。そしてライフサイクルに対応した処理にオンライフサイクルイベントアノテーションを追加します。アノテーションの後ろに渡しているのはライフサイクルイベントです。このコードではオンクリエイトでスタート、オンデストロイでストップを呼び出すように定義しています。一度こういうふうに定義してしまえば、あとはシステム、ライフサイクルアウェアコンポーネント側がオンデストロイの呼び出しを自動でディスパッチしてくれるようになります。ライフサイクルオブザーバーの対応はこれだけです。次に、今作ったライフサイクルオブザーバーはライフサイクルに登録する必要があります。なのでこのライフサイクルの話をしたいんですけども、まあ、ここがライフサイクルコンポーネントのちょっとややこしいところで、ライフサイクルオーナーとライフサイクルのペアはライフサイクルの種類の数だけ存在します。例えばアクティビティはライフサイクルオーナーであり、アクティビティのライフサイクルを持っています。フラグメントもライフサイクルオーナーであり、フラグメントのライフサイクルを持っています。そしてフラグメントにはビューライフサイクルオーナーというのもいて、これはビューのライフサイクルを持っています。つまりライフサイクルアウェアコンポーネントではフラグメントには2種類のライフサイクルがあると定義されています。これはややこしいですけど、自然な抽象ですよね。ライフサイクルの図を思い出してください。フラグメントにはビューのライフサイクルとインスタンスのライフサイクル2種類があると説明しました。この2つのライフサイクルがそれぞれビューライフサイクルとフラグメントライフサイクルに対応します。ビューライフサイクルはフラグメントからはゲットビューライフサイクルオーナーを通して参照します。このライフサイクルはビューのライフサイクル、つまりオンクリエイトビューからオンデストロイビューまでのイベントをエミットします。まあ、厳密に言えばオンビューステートリストアだから始まるんですけども、まあ、このセッションの範囲ではオンクリエイトビューから始まると思っていて問題ありません。一方でフラグメント自身のライフサイクル、これはディッシュとして参照できます。このライフサイクルはオンクリエイトからオンデストロイまでのイベントをエミットします。つまりさっきのマイロケーションリスナーの例ではどうすればいいかというと、まずマイロケーションリスナーはライフサイクルオブザーバーに対応しました。次はこれをライフサイクルに登録する必要がある。そしてこれはオンビュークリエイテッドとオンデストロイビューでライフサイクルを登録したいということは、ビューライフサイクルオーナーにオブザーバーを登録する必要があります。このように登録するとオンクリエイトビュー、オンデストロイビューのタイミングでそれぞれ対応するメソッドを自動で実行してくれます。そのおかげで、まあ、オンデストロイビューも自分でストップする必要がなくなります。ただしここでフラグメントライフサイクルにアットしないように注意してください。こう書くとオンデストロイまで解放されなくなってしまいます。これは本当によくあるバグです。ライフサイクルライブラリは便利なんですが、フラグメントで使う場合どちらのライフサイクルオーナーを使うべきか注意してください。基本的な考え方としてはオンクリエイトでアッドオブザーバーするときはディスを渡すべきです。オンビュークリエイテッドでアッドオブザーバーするときはビューライフサイクルオーナーを渡すべきです。この注意点は他のライフサイクル対応ライブラリでも同じです。例えばカメラ X やビューデータバインディング、ライブデータなどです。これらのライブラリはライフサイクルオーナーを受け取るインターフェースを持っています。これのおかげで使うときはライフサイクル管理を気にしなくて済みます。ただフラグメントで使う場合はライフサイクルオーナーにだけは注意してください。例えばライブデータはオブザーブメソッドにライフサイクルオーナーを受け取ります。よくあるバグはオンビュークリエイテッドでディスを渡してしまうことです。こうするとオンデストロイまで解放されないのでバグの原因になります。正しく動作させるにはビューライフサイクルオーナーを渡してくださいっていう話を、これ一昨日くらいまでスライド作ってたんですが、実は昨日フラグメント 1.2.2 というのが出て、このバグがリントで検出できるようになりました。で、
実際に検出してくれるのはこのオンビュークリエイテッドというこのビューに関するライフサイクルメソッドの中でディスを渡してしまったとき、つまりライフサイクルオーナーを渡してしまったときに警告が出ます。ただ現状で警告が出るのはライブデータとあとバックキーで戻るときのディスパッチャーだけで、他のライフサイクル対応ライブラリーのリントは出ません、まあ、警告は出ません。なので、まあ、皆さん注意してください。さてここまでライフサイクルアウェアコンポーネントについて説明してきました。ライフサイクルアウェアコンポーネントを使うとフラグメントのライフサイクル管理を簡単にできます。処理を止め忘れる心配もありません。これはとても便利で、ライフサイクルに対応した他のライブラリーも最近増えてきてます。ただしフラグメントで使う場合はライフサイクルオーナーに何を渡すか意識してください。うっかりディスを渡すとバグになることがあります。なんでこんなにライフサイクルオーナーを繰り返すかというと、ここを間違えるバグがすごく多いんですよ。私も書き間違える時があるし、私の周りのチームでも書き間違えていた例も結構あります。先ほど紹介した通りフラグメント側でリントを足していくっていう動きはあるんですけども、まだこのリントは完全ではないです。なのでフラグメントのコードを書くとき、レビューするときはライフサイクルオーナーに注意してください。最後にこのセッションのまとめです。このセッションではフラグメントのややこしい処理をジェットパックを使ってどのように書き換えられるかを紹介してきました。はじめにフラグメントテスティングを紹介しました。これはフラグメントのテストを書くのをずっと簡単にしてくれます。しかもジェットパックのテスト機構を使えばローカルの JVM でユニットテストを書けます。テストはジェットパックで目覚ましく改善されたトピックです。興味を持たれた方は Android X テストについて調べてみてください。2つ目にナビゲーションコンポーネントを紹介しました。これはフラグメントトランザクションを置き換えるものです。フラグメントの遷移をより少ないコードでテスタブルに書けるようになります。ナビゲーションコンポーネントは活発に機能が追加されていて、今後 Android ナビゲーションの定番になりそうなライブラリーです。詳しく知りたい方は公式のドキュメントを読んでみてください。3つ目にライフサイクルアウェアコンポーネントを紹介しました。これは Android のライフサイクル処理をもっと書きやすく安全にしてくれます。このライブラリを使うことでライフサイクル管理の責務をフラグメントから別のモジュールに移情できます。とても便利です。便利なんですが、フラグメントで使う場合はライフサイクルオーナーに注意してください。最後にフラグメントは複雑なシステムです。フラグメントをいまいちだと思っている人もいると思います。使うのを避けてきた人もいると思います。私も避けてました。ですがここまで紹介してきたようにいまいちなところはジェットパックによって改善されてきました。フラグメントを避けてきた人はぜひ一度最近のフラグメントを触ってみてください。昔とのあまりの違いに驚くと思います。フラグメントのようにジェットパックで改善されたコンポーネントはたくさんあります。これからもジェットパックの力を借りて Android のコードを良くしていきましょう。以上でセッション終わります。ご清聴ありがとうございました。
あ、こんにちは。スライド来てない。すいません、ちょっとスライドが映ってないですね。そうですね。ちょっとお待ちください。こいつがあるか。これです。はい、こいつも入れられてます。もう話していいのかな？あ、画面が。今ね、画面トラブル中らしいので少々お待ちください。そうですね。なんかタオルの紹介でもしますか？そうですね。ま、なんかね、両方僕らが今出た。一瞬出て消えた。ちらついてる。あ、それは、OK、違います。それ、来たかな？吉井さんの去年。あ、来た。いや、来てない。違うやつ。抜き差ししてみてもらっていいですか？あ、映った。通知が来た。OK。はい。OK です。OK です。チカチカした？チカチカしたかな。ちょっと。はい、というわけでですね、第3パート目、さっきのセッションをご視聴ありがとうございました。次のパートは3人でこう話しながら、そしてちょうどですね、コメントっていう機能もあるので、こちらのコメントを拾いながらみんなとですね、コミュニケーションを取って、今日この場のこの事態に至った経緯とかを振り返ればいいなと思ってます。で、まあ、コメンテーターって感じじゃないんですけども代表理事の私とこちら、はい、理事の、あ、ごめんなさい、はい、理事の藤崎です、まあ、TNJ です。はい、と、はい、同じく理事の七尾です。という形でちょっと進めていこうと思います。さすがにこのやり方はですね、初めての手探り感出てくると思うんですけども、みんなが思っていることと我々がこう思っている情報とかですね、今回の件に関してもだいぶ違うと思うので、その部分に関してちゃんとメッセージを発信していければと思ってこの時間を用意しました。おおむね、まあ1時間かかんないと思うんですけども、話題の盛り上がり方とか気になるところっていうのを随時突っ込んでもらって、一緒にこういうですね、不測の事態についてコミュニティが何をできるか考えていく場にしたいと思います。ただ重い話だけだとちょっと大変なので、今年じゃあ我々はどういうやっていきを見せるのかっていう面白い話も一緒にできればと思っているので、期待してください。そして応援してください。それでは、中止の背景っていう形なんですけども、皆様にはそのミディアムを通して1月の末ぐらいですかね、からさせてもらってたと思うんですが、中のその方でどういう判断があったんだろうとか、お金大丈夫かなっていう心配をしてくださる声すごく聞こえるので、まあ、ここで赤裸々に公開することで、同時期にキャンセルというか中止を選んだカンファレンスたくさんあるので、まあ、そういう方々に対しての情報提供であったり、みんなで考えるその文化を作る場であったりっていうふうにできればいいなと思ってます。はい、それではですね、3ついろいろあると思うんですけども、我々の方でちょっと危惧してた内容とか、なんで中止したのかっていう部分を話していければと思います。あ、気になったらですね、コメントとかで、あ、この部分どうなんだろうとか、頑張れとか、とにかくみんなお金大丈夫なのっていう心配を、そういうコメントなんですか、まあ、分かります。お金についてもちゃんと説明しようと思って用意してきました。で、今回実際タイムラインはこちらの画面に出ているものがより正確なタイムラインになります。まあ、少し用語とか出てきているので説明していこうかなと思うんですけど、1月31日の対応方針の告知っていうのが一番最初ですかね、これは。2月13日まではですね、自社を中止するっていう形で見てたんですけど、確かこの辺りで他のイベントの中止であったり協賛取りやめみたいなお話がですね、ドロイド会議以外の場所で起きてたと思います。で、この2月14日ウォールームというのはですね、いわゆる緊急時に立てるような特殊な体制だと思ってください。この場にみんなが集まって、我々は一つのチャンネルに情報を集約して24時間監視体制に入るという形で始まったのがこの2月14日。これ開催何日前だ、1週間切ってますね、切ってますね、はい、なので1週間切ったっていうところではあるんですけども、まあ、これは人命に関わる緊急の問題であると判断して対策を考えてまいりました。で、間を置かず方針の更新という形でですね、この時点では実施を断念していなかったので、
まあ、しっかりと説明してみんなで楽しめる環境を作っていきましょう、安全を確保していきましょうっていうのが中断の部分です。でそこから土日で事態が急変しまして、いろいろ報道があった通りではあるんですけども、それを受けて当日中止の発表を行いました。その後ですね、政府からは一部の方々に対して不要不急の外出を集会を控えるようにというような発表もあったと思うんですが、それよりも若干前、これが確かお昼の13時半に決定して14時には発表したという流れになってます。で残念ながら順延するということもかなわない形で、こちらはですね、1400人が集まる部屋をどうしても見つけることができませんでしたという一言に尽きるんですが、中止をしました。で本日この場オンライン開催という新しいドロイド会議の形とあるんですけども、こうやってコメントとかをいただきながらやっていくっていうのがまとめになってます。これちなみに僕も同意はしたんですけども、中止を決めた時の方針っていうのをちょっと説明してもらってもいいですかね。ライさんの話、はい、まとめてくれたやつですか、ね、はい、中止を決めるにあたって、そもそもドロイド会議としてどういうリスクを僕らはこう持っているのかというのを先に洗い出してました。でその時に一応それぞれ、最悪の事態まで踏まえて、検討をしていて、その中で、やっぱりその、開催にあたって、一つはそういう何か、今回のリスクというのがありつつ、一方で天秤にかけるもの、僕らとしてそのドロイド会議でやっぱりその出していきたいものというものを、天秤にかけた時に、どうしても例えばその登壇者の方のキャンセルであったりとかで、あと、本当に皆さんがこう楽しんでいただいたりとかネットワーキングしたりだとか、そういったことができる状況がどん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 なんか整わなくなっていったなというところで、最終的にはそのバランスが崩れてしまったと、このまま継続をしても本当に届けたい価値みたいなものは届かないなという判断になって、中止をやむを得ないという話をしたかなと思います。そうですね。で我々も1月30日ぐらいの頃からですね、薄々変え可能、無理かもしれないっていう可能性をみんなで協議しながら進めてて、その時点でリスクマネジメントの基本となる文章とかも作ってリスク管理をしてきました。でライさんがこうやって話した内容にも含まれてはいるんですけども、中止の発表の段階で、協賛企業の1割以上が参加を自粛、来場していただける講演者も自社の業務で参加する方がほとんどだったので、会社名の業務命令として自粛が出た以上参加はできないということで泣く泣くキャンセルいただいたのが 10%。 同時通訳にあたっては海外からのリスクを考慮した上で、やむなく辞退という形のセッションが 25% に至ってました。当日開催まで増加することが見込めたので、ここに至っては中止せざるを得ないという。今の 25% っていうのはあれですよね、同時通訳対象セッションのうち 25% がもうやっぱ出れませんっていうことになった。やっぱり国際会議としてあるべき姿っていうのと皆さんの健康とかを考えた上で、我々のもたらしたい価値というのが結構難しくなってしまったというのが現状でした。で結果キャンセルに際しては皆さんに大変なご迷惑をおかけしているのは重々承知した上で、我々はベストだと思ってこの選択を選んだというのはご理解いただきたいなと思います。一方ですね、ご迷惑かけているところはあるので、それについても誠実に対応していきたいと思ってますが、やっぱりこの発表にあたって皆様が知っている情報と我々の持っている情報だいぶ違うなっていうのを感じてたので、少しでもこうやって気持ちなりですね、考え方を共有できると助かるなというのが実際のところです。それでは実際どういう影響があったかっていうのを細かく見ていこうかなと思うんですけども、お金の話ですかね、みんなやっぱ気になるのは。で今回あらかじめ出してたおかげでですね、参加費に関しては迅速に返金処理を行いますという計画を持っていました。こちらも問題なく進めていますが、ちょっと1000人分以上となるとですね、実際の事務作業だけでも大変なのでお時間をもらう形になっています。
で協賛金に関してはこちらは個別のお話をさせてもらっている最中です。キャンセル費用というのが発生してまして、この次に実際に総額いくらだったかというのをご覧できるんですけど、ご確認いただけるんですけども、当然我々の歳入だけではですね、収入だけではカバーしきれないので、協賛企業各社には協賛金をキャンセル費用に充てさせていただかないかというお願いをしています。で結構ですね、キャンセルにかかるお金っていうのが実際にこう遭遇しないと分かりにくかったりもするんですけども、例えば会場費であれば事前に 100% の払い込みを求められますし、キャンセル費もだいたい6ヶ月ぐらい前とかに 100% のキャンセル費をいただきますみたいな非常に長期のレンジでの資金となります。で相当数が中止を発表したタイミングでは後戻りができない状況まで進んでいましたので、その金額は大変大きなものになってます。で協賛金に関しても同様で、一応法人対法人の契約っていう形になるので、コロナウイルスのような不測の事態であっても契約の不履行ですね、債権が発生します。これをですね、条約上一律免責みたいなことを書くのは書けるんですけども、金額が大きい場合片方に有利すぎる契約というのは基本的には無効になるので、そういうことを考えると個別交渉にて納得していただくよう誠心誠意対応するという形にならざるを得ないということで、しばらくはですね、我々はそういう活動もやっていきますし、当然納得して次につなげられるように頑張っていきます。でこちらが今回の我々の収支影響です。少し見方が難しかったりするので説明した方がいいかなと思います。収入に関してまず参加いただいた皆様からお預かりした1100万円および予定の協賛金4000万円を合わせた5100万円が総収入になります。予定されていたものですね、つつがなく終わった際に受け取れるべきのお金です。それに際して参加費返金が1100万円なんですけども、当然手数料とか別途費用がかかるのでキャンセル費用というのは一般に比べると膨らみます。実際に実施した時よりもキャンセルした方がすでに高くなるような状況です。今はその結果キャンセル費用は5100万円に上っています。今回工業中止保険のようないわゆるセーフティーネットですね、もう検討したんですけども、工業中止保険は我々のケースでは保証対象外でした。ですので加入自体も控えていますし、実際に加入するとしたら工業中止保険の特約というとかありまして、感染症が対象外だったりとか、あとはですね、運営者の自主判断による中止は対象外だったりとか、いろんな保険があるんですけども、そのような形でですね、非常に厳しい選択を迫られるものであります。昨年の台風の時とかでもですね、別のカンファレンスが工業中止保険でなんとかっておっしゃった後に、実はですね、代替イベントの開催ができないよっていう特約がついてたりとかですね、契約内容ですねあったりとかしたんですけども、まあ、そのような観点から今回のケースは我々は入っていたとしても、たとえ入っていたとしても保証対象外であったという状況です。で全体予算からまあ大きくお金という意味では赤字に倒れる形になりました。多くの作ったものですね、事前に作ったものともブログで公開はしているんですけども、基本的には全て廃棄となります。管理にかかるお金、追加で支払うべきお金というものが必要なので、基本的には廃棄という形で、ちょっともったいない気もするんですけども、全てのものを昨日廃棄処分しております。一部のものはまあ残してはいますが、その皆様にお配りする2000人分というのをですね、入れておく倉庫もなく、結局という感じです。ここまででこう、まあ、実際皆さんが思ってた数字っていうのが、まあ、実際の金額にするとこういうものですよという形になります。まあ、それでも我々は判断としてはですね、皆様の安全健康そしてスタッフの方も考えた上での結果なので後悔はしていないんですけども、この結果については真摯に取り組んでいく必要があるよという部分です。ここまでで補足とか何か気になるコメントとかあったりします？基本的にはうわーっていうコメントがまあそうですよね、まあそうですよね、うん、金額感としてこのぐらい大きいんだよっていうのはやっぱり表には全く見えてないと思うので、
そうですね。でやっぱり会場費とかもすごい大きいので、そうですね、それが一番大きいですね。まあ、なのでちょっとその辺は、はい、オープンに、まあ、させていただいたというか、まあ、実際あの我々の収支そのものはあのウェブサイト上で実は公開はしていて、そうですね、はい、一般社団法人ということもあって公開もしてはいるんですけども、そう、ね、そう、まあこう財務諸表は出していて、まあ、最新のやつだと、キャッシュが1000万円ぐらいありましたっていうところはもう公開されていて、うんうん、これは別にあの隠された情報じゃないんですけど、つまり、キャンセル費用5100万円を払うために今僕らの手元には、1000万円、うん、そうですね、ただまあプラス、協賛、すでにお預かりしたチケット代の分は丸々残っているので、まあ、そのこのキャンセル費用5100万円ってあるんですけど、この中から今僕らが今キャッシュで1000万円持っていて、預かっているチケット代お返しするべきものが1000万円ぐらいありますと。で、その段階であと3000万円足りないじゃないかっていうところを、まあ、今後そうですね、1人1000万円用意する一応まあ法人なので、かどうかはちょっとわからないんですけど、はい、とにかくこの3人の理事の決裁で行われているイベントなので、どうにかしなきゃいけないというのが、現状です。ボランタリーで手伝っていただいたスタッフのこともすごい心配していて、そちらの方に影響がないようにというのと、今後のコミュニティ活動がこれで、要は本当にいろんなカンファレンスが今回中止になりました。その中止の最も先頭にいたのがドロイド会議といっても過言ではないかもしれないです。我々の発表というのはすでに予約を受け付けて千何人ですかね、1400人本来では来るはずだったものを3日前にキャンセルしているので、まあ、一番インパクトのある瞬間だったと思います。日曜日の発表というのはそれを受けてきちんと収支出して、生産していきましょうと、以上のことはないんですけども、この状態をですね正しく皆さんと共有できてないと少し不安だなと思ったので、実はまだ全然費用感とか細かい部分では上振れしそうなところもあるんですけども、まあ、そこも含めて正直に出しましょうというのがこの部分になります。はい、で、ここまでがですね今回のそのまあやるべきだった届け出るべきだった価値というのが出せなかった状況に対する振り返りなんですけども、当然ですね、まあ、今後の展望って書いちゃってるんですけど、これを忘れて突き進むわけではないので、応援していただきたいなというのが一番あるところではありますが、まずは良いニュースを皆さんと一緒に共有したいなと思ってまして、我々はちゃんと前に進み続けますと、大事なところで噛んじゃった進むつもりがありますというのを一緒に共有したいというのと、進んでいく中でですねチャリティーとお願いするかもしれないので、そこをぜひ応援していただきたいと、コミュニティ皆さん一人一人のソーシャルシェアであったりとか寄付をもしかしたらお願いするかもしれません。そういう中で、うまく前に進んでいけるのではないかなというのはこの5年間6年目の活動に入っての我々からの本当のお願いです。今寄付したいっていうコメントがいっぱいついてるんで、まだ残念ながら具体的にどういう方法で寄付いただけるかっていうところはまだいかんせん中止判断から今日のオンライン配信までの準備でてんやわんやだったんで、そうですね、まだ設定できてないんですけど、まあ、今後1、2週間以内に何かしら進めていく、窓口なりもし我々の方で受け取れるという形になればですねやっていきたいと思います。で、大事にこれは本当は和やかな雰囲気でですねお伝えしたかったんですけども、コトリンフェスト2020の開催も実はですねドロイド会議で一緒に発表しようって言ってワイワイやってまして、コトリンユーザーグループの日本コトリンユーザーグループの代表の長澤さんからもメッセージをいただいてます。でこちらは8月22日の土曜日、日本の中ですね当然品川だったかなでやると思います。ぜひお越しくださいっていうのと、コトリンというのはデベロッパーに対しても非常に重要な地位を占める言語になっているので、ぜひこちらもですね楽しんでいきたいなと思います。で今回、日本
コトリンユーザーグループさんのご好意によって、このコトリンフェスト2020の規模を拡大して我々に対して場所を提供していただけるという形になりました。そこでドロイド会議2020のやり直しというわけではないですけども、改めて仕切り直してライトというですね別イベントを開きたいと思います。でこちらの方ですね、ぜひ応援していただきたいなと思うのと、8月22日のタイミング同じ場所で開くので、ぜひ2倍楽しんでほしいなというのが我々からの願いです。めっちゃチャット盛り上がりましたねライト、ライトやります。やった。で、まあ、規模としてはですね、同じ規模というのはちょっと難しいんですけど、ライトっていう形でできるだけみんなと盛り上がって技術について考えていきたいなというのが我々の考えている次への進み方ではないかと思ってます。で実際、やっていくにあたって決まっていることは何もない、まあ、名前だけ決まったのが上出来だなそうですね、名前だけは揉めずに決められたのでよかったと思いますね。で、まあ、こちらのライトに関してもどんどん進めていって情報発信できればなっていうふうに感じています。でですね、長澤さんからメッセージが、お、長澤さん届いてます。読み上げてもらっていいですか。じゃあ太郎さん、ね、太郎さんどうぞどうぞマイク持ちます、はい、長澤太郎さんから今メッセージが来て、ドロイド会議視点に変えてもらえませんかってお願いが来ますね、国内最大のコトリン技術カンファレンスであるコトリンフェスト2020を8月22日に開催します。今回はドロイド会議2020の中止を受け、ドロイド会議ライトとの共催を予定しております。モバイル、サーバーサイド、その他あらゆるプラットフォームで活躍するコトリンの知識共有交流の場を提供しています。皆様ふるってご参加ください。そんなにドロイド会議視点になってますはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですので、まあ、少しでも明るいニュースをこう共有するとともにですね、カンファレンス自体は中止になったんですけども、皆さん の, その生産活動というのが別に中止になったわけではないので、コミュニケーションっていうのは、まあ、こうやってオンラインでやる形も新しい形が必要になってくると思うんですが、それに適応する形で進められるとすごくいいんじゃないかなって思っています。チケット早って来てますけど、早い、早い、いつ発売開始ですか8月20だから2ヶ月くらい、そうですね、だいぶ先ですね。ただちょっと待っていただけると助かるなと思います。はい、はい、そしてもう一つ嬉しいニュース、本来であればみんなでワイワイお祝いできたかもしれないんですけども、この場でみんなでお祝いしたいなと思います。Android 11 DP1 リリースおめでとうございます。まあ驚きましたね。実機も入れてきましたけど、まあちょっと見せられる、ちょっとこのカメラだと見せられないんで確かにそうですね。2月10日9日現地時間をもって Android の新しいバージョンっていうのが出てきました。我々にとっても非常に楽しみにしているものですし、新しい Android 自体がですね進化を表しているので、一緒に我々も頑張っていきたいなと思っています。いやでも驚きましたね、うん、当日に、当日になんか面白い機能ないですかね。いろんな機能が増えてるみたいなんですけど、まあちょっと見切れてないので、うん、はい、ぜひ皆さんこういうのですね、まあ勉強会自体はちょっと難しい時もあるかもしれないんですが、オンラインで出して発信してもらえばですね、みんな共有できると思うので、ぜひぜひ遊んでみてください。はい、ドロイド会議に、新しい仲間を紹介しますということで、これも本来であればデイ2に、クロージングイベントでご紹介できればよかったんですけども、オンラインの形を通してですね、新しい人たち、じゃん、コーオーガナイザーズが増えます。増える経緯としては、ドロイド会議、すごく大きくなってきました。5年目を超えて6年目に入ろうとしています。我々3人だけではとてもでないですが、大変な作業になってきています。カンファレンスもですね、2021に向けてどんどん頑張っていこうとしておりますし、その時にですね、やっぱり国際会議としてちゃんと皆さんをお迎えするにはそれなりの人が必要だと思ってます。で今回新しくコーオーガナイザーとして、我々の申し出を快く受けてくれたのはこちらの4名の方々です。
アプリケーションのオーガナイザーを担当してくれていた高弘さん、そして、広報その他運営アプリといろいろ頑張っていただいている横幕さん、こちらはネットワーク、今回は当日ネットワークに関しても全ての準備を破棄していただくという辛い決断をしてもらったんですけども、我々のですね1400名の下手をすると Android11DP1 を支えるダウンロードを支えるはずだった下取さん、そしてセッションを担当していただいている非常に頑張ってもらったヤマンダーさん、こちらの4名の方が新しくドロイド会議コーオーガナイザーズとして、我々は理事としてですね、予算や法人運営の方で支えていきますが、コミュニティ活動を前に進めてくれる人たちです。どうぞですね拍手を持って、そして、皆さんのそばに立ってくれる人たちだと思うので仲良くしてあげてください。彼らのリーダーシップに我々も期待しています。すみません、これあんま僕分かってなかったんですけど、法人社員っていう意味ですか？法人社員ではないです。やっぱりドロイド会議っていうのはですね、法人と実行委員会に分かれていて、実行委員会の方っていうのが今まで法人の社員が兼務して頑張ってやってたんですけども、さすがに規模が1000名とかを超えて年一のイベントに対して1年半ぐらい準備するってなってくると重みも増してくるっていうのがあって、ドロイド会議実行委員会のオーガナイザーとしてですね、コミッティのオーガナイザーですねをお願いしたいと思ってます。はい、最初に掲げた理念みたいなものに戻ってはくるんですけども、やはりこのような不測の事態に際しましても我々はベストのものを選択していきたいですし、その根本にあるのが誰もが技術を学んでコミュニケーションを楽しめる機会というのを残してあげたいなと思ってます。例えばですね、スカラーシップの皆様に関しては今回の中止を受けて学校を卒業されてしまったりとか就職されてしまうという形で、来場が困難になる人たちもいていますし、そのような学ぶ機会っていうのがなくなったことに対してやっぱり非常に悲しく思ってます。一方でですね、リスクを回避するっていうこともあるので致し方ないとは思うんですけども、今後もやっぱりこれにこの目標に対してベストを尽くしていければなと思ってます。いや、伝わりましたかね？でもコメント欄で相沢もゆるさんが1000万円振り込みたいので口座を教えてくれって書いてある。素晴らしい。一旦あと2000万です。あ、そうです。はい、誠に申し訳ないんですけども、寄付の際はですね、我々一般社団法人ということがあって寄付金控除が受けられないので、それに対しても税金がかかってしまう旨ご了承いただければと思います。相沢さん、ありがとうございます。はい、今回の件、一旦これでですね中止という形にはなるんですけども、皆さんと事情を説明できてほっとはしています。新しい来年度の活動についても引き続き応援していただけるとすごく助かるなっていうところですね。はい、他に何もなければもう終わってしまっていいかなって感じはするんですが、コメントも大丈夫そうですかね。そうですかね。なんか逆に質問とかあればもらって拾いますか？はい、そうですね、あとはですね、フリートークっぽくなるんですけども、質問とかあればぜひいただいて、今疑問を改善、ビールの話はしなくて大丈夫ですか？あ、ビールの話しますか？軽くまだ一個変えるんですよ。はい、じゃあちょっとすいません、はい、なんか質問とか言っときながら、じゃあちょっとビールのご案内をさせてもらいます。今回ドロイド会議でちょっとミディアムとかでも案内させてもらったんですけど、クラフトビールを実は作らせていただきまして、でそれが実際物はねあるんですけど物が出てきた、ちょっとあんま長くなるとあれなのでサクッと話をしながらで、実は作ったのか作ったものはね捨てるわけにもいかないので、194リットルあるんですよ。でこちらサンプルです。サンプルっていうか本当はちょっとこういう形で、お売りすることができたらよかったんですけど、残念ながら我々主販免許を持ってないので売ることはできないんですね。で、いろいろできる方法がないかというのをブルワリーの方とご相談させていただいて、で大変ご協力いただきまして、実はこれを生ビールとして飲めるお店、ご協力いただけるお店を、見つけてきました。見つけていただいたり僕自身も話しに行ったりとかして、で、一応現時点で4店舗
あります。そこをちょっとご案内したいんですけど、まあ、一つが、渋谷ですね。渋谷で、グリフォンというお店があります。まあ、後であのまとめてリストは出しますので、はい、ざっくり、はいはい、渋谷グリフォンと、であと、吉祥寺の P2B ハウスさんで、あと、あ、ド忘れしたごめんなさい、はい、あと2つの店舗であるので、はい、ツイッター等で告知します。ツイッター等で告知します。すいません、出させていただきます。はい、多分あ、ポパイもそうです。そう、ポパイです。でポパイとあと長崎で、はい、もう1店舗出させていただきます。あの長崎県の長崎です、はい、長崎市で出させていただきます。でもこの後も増えるかもしれないんですけど、はい、随時告知していきますので、あのそちらでぜひお楽しみいただけるといいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。あと串井さんという方からですね、3人一言ずつコメントガチのコメントいただきたいと思ってます、はい、パンチさんからどうですか。すごいの最初に来るんですね。あのそうですね、日曜日にまあ決定打が出て、まあ、決定打っていうか、まあ、そう、決断のきっかけとなることが、きっかけとなるような、まあちょっとやっぱスタッフがね、あの当日参加できない人が結構増えてちゃいますっていうことが分かったのが、まあ最後の決定打だったんですが、まあそこからの判断っていうのは、まあ割ともう1時間後にはもう中止決定とはなりまして、日曜日のお昼に、緊急でオンラインミーティングをやったのを覚えています。まあ基本的にあの今私たち3人が表に映像には出てきてますけれども、まああの50人ぐらいのチームメンバーがいて、まあ全員ではないんですけど、まあその場でオンラインで集まって、どうしていきたいかっていうところですね。で、あ、まあこれはで、まあみんなのチームの総意として、まあキャン、まあその実施中止っていうのは初めての決断だったんですけど、6回目にして、ただまあさすがに3000万円被るとは思ってなかったですけど、まあしょうがないなっていうところではありました。でもうまあ僕らができることっていうのは、まあみんながやりたいことをどうやって実現するか、まあ単純に決裁を取るだけの仕事なので、理事っていうのは、まあいろいろプレッシャーとかはありますけれども、あの、まあ、特にその結果的には大きな問題は、まあ、お金に関してはまだ残っているんですが、その開催したことにより、何らかの不利益を被ったり、まあ、例えば病気の感染が広がるみたいなことは、防ぐことができたので、まあ、しょうがないかなというところです。はい、まあ、あんまりオチがないんですけど、いえ、はい、本心だと思います。はい、今の心境はそういうところです。はい、そうですね、まあ、僕自身は結構その、まあ、開催できるように結構そのリスク判断みたいなところをあのできる限りその確率を減らす、感染の確率を減らしたりとか、まあ、そういったことでなんとかならないだろうかっていう検討を続けてはきたんですけど、まあ、最終的にはまあ中止ということになって、まあ、そのただ中止っていう判断をするときも、もうあのこれが破れたらダメだよねっていうことをまあはっきり決めてたので、まあ、それに基づいての中止なので、まあ、なんかこう中では一旦こう議論の整理はついたかなと思っています。で、まあ、そこでもう、まあ、なんかこういう言い方がいいのか分からないですけど、まあ、今回すごくいい経験ができたかなとは思っていて、まあ、こういうことも起きうるし、でそういった時にじゃあどういう対応をすればいいのかとか、まあ、何を判断しなきゃいけないのかとか、まあ、そういったことを、まあ、実際、まあ、本当に本番ぶつけ本番でやるしかなかったですけど、うん、まあ、そういう形で実践して、まあ、今こういう形で、まあ、その内側のことについて共有させていただいて、まあ、あのある程度あのどういう判断があったのかっていうのが見えるようになったかなというふうに思います。まあ、それはすごく良かったことだと思うし、であと、まあ、それを踏まえた上でも、まあ、やっぱりそのドルド会議としてこれからもちゃんとそのカンファレンスというか、まあ、そういう交流の場をちゃんと作っていくっていうことに関しては、まあ、あの全然あのモチベーション下がることなくやっていければなというふうに思っているので、まあ、引き続き頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、いや
ありがとうございます。じゃあ、僕の方はですね、ドロイド会議としての発信をたくさんしていって、我々は我々の判断基準を持って決断したというところはあるとは思うんですけども、それに連なる同じ時期にある多くのカンファレンスの方々とも実は情報共有をさせていただきながらも、このような決断をさせてもらって、多少なりとも影響があったら本当に申し訳なかったなという気持ちはあります。で、皆様もご理解いただけるとは思うんですけども、やはりこういうカンファレンス文化において、不測の事態というのはやはり起きうるべきものだし、それに対する備えというのはセーフティーネット云々ではなく、個別の主催者に持ってですね、責任を取っていくことにならざるを得ないのかなと原則思ってて、この事態を受けてカンファレンスっていうのが少しみんなのところから遠のいた感じになるとあまり良くないなというのは本気で危惧しています。こうやって集まる文化っていうのは多分日本かなりカンファレンス多いんですよね。しっかりとしてるし、しかもそのボランタリーベースでできているっていうのはすごい良い文化だと思ってたんですけども、それに対してですね、今回の件は何らかの形で一石を投じているのは間違いないですし、運営そのものがですね、次のフェーズに進んでしまったのではないかと僕は思ってます。ただ我々のこう損金ですね、5100万円を失いましたけども、これに関しては何も後悔はないですし、人の命もし実施してて誰かが死んでしまったらどういう顔をすればいいんだろうというのはですね、社員ですね、法人の社員ではなくてボランタリーのスタッフの心情を考えるとあまりにも無謀すぎると思います。ですので、この決定自体もスタッフとお話はしましたが、理事会の決定という形で、内部には伝えているという状況ですね。ただこの大変な事態で世間としてもまだ収まったとは全然言い難い状況ではあるので、事態を注視して我々のなすべきことをなしていきたいなというのが正直なところです。いや、重い決断かと言われるとかなり理路整然と中では進んでいたので、そういう感じはしなかったんですよね、実際。ただ参加される方にはもうお子さんが多い時期ですし、いろんな人がいろんな不安を持って集まるっていうのはドロイド会議の技術自体を楽しみたいっていう気持ちからは少し離れてしまうのかなということを思いました。ただこれをもってカンファレンス運営がですねなくなっていくというのは避けたいと思うので、我々が言うと私利私欲に聞こえるかもしれないですけども、協賛企業の皆様においてはどうぞカンファレンスの協賛金に関しては寛大な措置を取っていただきたいと思います。ドロイド会議だけではありません、他のカンファレンスたくさんありますので、個別の事情を鑑みて対応を進めていただけることを切に願うばかりです。あと質問が来てまして、海外のセッション参加者の反応って、国内とは一風違ってたと思うんですけど、どんな感じ？一番覚えてるのが、空港の検疫に3700人足止め食らってるらしいんだけど大丈夫なのって聞かれたのが、クルーズ船のことなんですけどね、なんとなくそういう、こういう伝わり方するんだなっていうのは実感しました。遠い異国の地っていう形にはなるので、我々国際カンファレンスとして大体来場者の1割から2割ぐらいはやっぱり海外からいらっしゃいます。そうなってくるとニュースっていうのはすごい届きづらいんですね。で、我々としてもなんか安全だよっていうのはすごい難しくて、日本の政府はこういう対応しているよとか、東京の様子ってこんなのだよっていうのはお伝えできるんですけども、最終的なリスクとして入国後カンファレンスが終わった後やっぱり帰国できない、感染地域という判断をその出身国であったり居住国でされてしまうと戻れないので、そういうリスクも大きかったのかなというのは正直なところです。実施判断の材料としても、ドロイド会議に来てしまったせいで他の国に行けなくなっちゃったりっていうリスクもあるよねっていう話題は上がりました。そうですね、非常に海外からいらっしゃる方にとっても難しい判断だったと思います。
まあ、ただそうですね、総じてそのなんだろう、海外の方 もう本当に、まあ、残念だけどもう仕方ないよねというお話で、あのキャンセルをまあ依頼された方とかも、あの、まあ、引き続きあのぜひあの来年とかもあったらあの参加させてほしいというあの前向きな話であの見てくれてたので、まあ、そこはすごい あのありがたいなというふうに感じてました。そうですね、あの Google も我々のためを思って DP1 出していただいていると思います。そういうこと、多分そう考えた方がいいですね、面白いなと思って。はい、まあ、こんな感じかな。他に何かね、時間的にも来てるので、皆さんとはですね、あのこれを最後にしたいというわけではなくて、引き続き新しいオンラインコミュニケーションの形だったりとか、勉強会の形、カンファレンスに運営とかですね、コミュニティ自体に関わっていきたいと思っているので、一緒に本当に応援してくださいとしか、我々の方からお願いすることしかできないんですが、そしてあのできればドロイド会議というコミュニティ自体を育てていただくのに一役買っていただけると助かります。いや、せっかくねワインとか美味しいソフトカクテルとかまあね、カクテルとかね、まあ、いろいろ食べ物とかもね。あ、マイク。ワインはあの一応発送直前でキャンセル決まったので、あの今西海岸に留めてあるんですよね。いや、日本にある。あ、日本にある。あ、日本にはついていて4ケースそこで、はい、止まってます。はい、はい、あの一応まだホールドできるものではあるので。そうですね、あの賞味期限が長いから、はい、何かのきっかけで、ドロイド会議関連のイベントでお出しすることは可能かと、うん、そうですね、はい、ただまあ今回の件で、いわゆる赤字が発生していて債権というものがあるので、まあ、自由に我々は物を動かしたりできる立場にはあまりないという状況ですので、スポンサーさんとかのご好意と交渉ですねを重ねていきながら、なんとか来年の開催っていうのをちゃんと目指していきたいなと思ってますし、来年の開催自体がですねなくなったわけではなくて、これ自体は1年以上前から進めないといけないので、もう進んでいます。なのでどこかでまたちゃんとした良いポジティブな発信ができると思いますので、しばらくお待ちいただければと思います。それまでは Android 11と戯れながら、次のライトですかね、ドロイド会議ライトでお会いできるとすごくいいなと思います。はい、はい、じゃあ皆様本当にご支援ありがとうございますっていうのと、あとですね、スピーカーの方、ぜひ自分のセッションを録画したりとか、資料を公開してください。最後に、スタッフの皆さんありがとうございました。じゃあこんなもんですかね。はい、そうですね。はい、それではまた次は元気に、みんなで集まれる時を祈ってます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。